これは内的な結びつきの崩壊っていうね、そういう意味になるんですよね。だからやっぱりこれがね、過去に出てるってことは、こうお互い助け合いながら現実的に、まあ、恋愛もしていったのかなっていう気はするけども、結果的にはみなさんこんにちは、サラです。今日もリクエストいただいた、佐藤健さんと有村架純さんの第2弾です。リクエストはね、先生の本意ではないかもしれませんが、竹森と並行して有村架純さんの経過情報と、また吉岡里帆さんとも連絡を取っているようなので、なんかここまで噂が来ると最近すごいなって思うので、本当のことは本人にしかわからないと思いますけど、並行して占いをしてもらいたいんですっていうね、そういうリクエストでした。だからまあね、有村架純さんとは、1ヶ月ちょっと前に相性占いして、でその時にはそうですね、ビジネスパートナーというかね、もう仕事上の付き合いじゃないか、番宣だけじゃないかというふうにね、タロットも出ました。で相性としては、その上白石萌音さんとね、同じ水亀座で誕生数1っていうことで、まあ、相性はいいとは思いますっていうふうにもお伝えしました。で今日はだから、そうですね、2回目のタロット占いをしていきたいと思います。で、まあ、タロット占いをする前にざっとね、佐藤健さんと有村架純さんがどういう人なのかっていうのを星座と誕生数からお伝えしていきたいと思います。もうね、本当にこれはね、佐藤健さんの件に関してはもう何回もお伝えしているので聞き飽きたと思うかもしれませんが、もしかしたらね、今日ね初めてご覧になる方もいるかもしれないので、まず佐藤健さん見ていきますね。誕生日お羊座で、誕生数が33で、お羊座の人っていうのは率直で勇敢で情熱的で直情的、まあ自分のね感じたまんまに行動していくっていう人がお羊座かなと思いますね。そうですね、エレメント的に火のエレメントなんで、とても情熱的で疲れ知らずの働き者で、理解力が恐ろしいくらい早いっていうね、成功するために躊躇せずに何でもやる人っていうのがお羊座、でこれをね、こうね、お羊座の質をね、こうつらつらと言っていくと、どうもね、誕生数33とどんどんかけ離れていくようなね気がするんですね。でこの人の誕生日も以前から言ってるんですけど、3月21日1989年のね、で3月21日の深夜回って、まあ、12時半までにもし生まれてたら魚座なんですね。でまあ、お羊座って一般的に言われてるんですけど、まあ、3月21日だったらね、もう魚座の質を持ちながらのお羊座さんかなとは思いますね。だからまあお羊座のガンガンと情熱的だっていうのとちょっと違ってね、魚座さんになると、まあ水のエレメントで気分が変わりやすかったり、つかみどころがないタイプ、そしてなんかね、ガツガツ情熱的っていうよりも周囲の人にとっても親切で気を配る、ちょっとまあ夢子ちゃんみたいな、夢子ちゃんタイプっていうんですかね、まあ自分が傷つくこともあれば人を傷つけることもあって、まあ自分の感情に従って生きていく人ね。で前向きで機嫌が良い時もあれば、後ろ向きで投げやりになる時もあって、まあ、周囲からするとどう接すればいいのか
ちょっと本当にね、つかみどころがないっていうね、そういう気分が変わりやすい、移ろいやすい人っていうようなね、そういうのが、まあ、魚座さんの質なのかなって思いますね。で、まあ、ロマンチックで感受性が強い。だからあくまでも、一般的には佐藤健さんはおひつじ座っていうことでね、占いされてますので、まあ、おひつじ座の質としてねお伝えはしますけど、魚座の質も持ってるということを、それもちょっとお伝えしておきたいなと思います。で、誕生数33っていうのは、もうこれもね、何十回も言ってますけど、地球規模の愛、献身的な奉仕、慈悲っていうね、そういうキーワードがあります。とても深い慈悲の心を持ってるから、まあ、周りの人に対してとってもその献身的に奉仕をする人っていうね、それがマスターナンバー、この誕生数33の人。優しさや思いやりがあるだけでなく、勇気がある。で、表面的な支えじゃなくてね、その人の魂に根ざした本質へのサポートをする人、これがまあ誕生数33の人って言われてますね。まあ、恋愛に関して言うとね、直感力で相手を決めるので、もう理屈ではないんですよね。もう直感で恋愛をする人、まあ、いろんな人にね、合わせられるためね、恋愛する相手のタイプも様々かなとは思いますね。だから、いろんな人とのね、噂が立つのかもしれませんね。で、有村架純さんは水瓶座で誕生数が1。まあ、水瓶座の人っていうのは、これも何回も言ってますけど、ちょっとね、変わってる人に多いかなと思いますね。で、とても明るい心と天才ともいえる特別な知性を持ってる人。もう無限に直感的で肩に収まらず、理論の持っていき方が型破り。もうまさにその通りだと思います。で、割とクールな仮面を持ってて、でもその下には感受性の強さを持ってるので、もうビン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 ね、いろんなものを感じ取ることがあるかなと思いますね。で、独創的でヒューマニズムに燃えてて、とても強い反骨精神を持っててね、自由とか平等、公正の存在理由とその価値を守ることが、まあ、水瓶座の人にとってね、とても大切なんですね。だから、まあ、権威をとても嫌って、人はみんな平等でしょっていうね、地位が高かったら偉いの、お金があったら偉いのみたいなね、そういうところからね、ちょっと話論破していくっていうかね、そういうところがあるかもしれないですね。で、一緒にいて退屈することはない。まあね、ちょっとね、なんでかっていうと、突拍子もないことを言ったり、自分では普通だと思ってても、ちょっとツッコミどころ満載の話をねしてしまったり、それがね、水瓶座の人の特徴であり、面白さであり、ちょっと変わってると思われてるところなのかなと思います。まあ、本人は至ってね、普通なんですよね。で、誕生数1、先駆け、開拓者、リーダー、決断力、自立心、行動力というキーワードがあります。だから、まあね、新たな道を切り開いていくパイオニア、それが、まあ、誕生数1の人で、誕生数1の人っていうのは、まあ、恋愛においても、この人と思える人に出会うととことん行く、そんな情熱的でね、積極的なタイプかなと思いますね。で、特別にね、何かに優れてる人にとても惹かれやすい。だから、それはね、自分もそれでまたどんどんこう進化できるっていうことを分かってるから、自分にないものを持ってるとかね、能力の高い人に対してすごく好意を持ちやすいかなって思いますね。まあ、水瓶座で誕生数1ってなるとね、まあ、いつも言いますけど、時代を切り開いていく、偏見なくこう未来を切り開いていくパイオニアみたいなね、
そういう人かなって思いますね。まあ、これはね、あの上白石萌音さんの時にまたもう同じことを言わないといけない。水瓶座で誕生日位置ね、同じなんでね。だからまあここをちょっとね、もう録音しときたいなと思いますけどね。でそんな、佐藤健さんと有村架純さん、まあ1ヶ月前ですね、1ヶ月ちょっと前に占った時はタロットで、ちょうどね、番宣、るろうに剣心の番宣でよくこうツーショット撮られてたんで、うん、なんか気になりますっていうことで占ったんですけど、その時は、まあ、はっきり言ってね、あのタロットで、あ、ビジネスパートナーのようですよみたいなことは言ったんですね。で、まあ、1ヶ月ちょっと経ってるんで、今その佐藤健さんと有村架純さんの関係性が、まあ、どうなってるのかなっていうことをちょっとタロットで見ていきたいと思います。まあ、このね、コメントくださった、リクエストくださった方もね、まあ批判受けるのを分かった上でね、リクエストいただいてて、もう別にそんなこと占わなくてもいいじゃないって多分ね、周りから思われると分かりながら、そして私に気遣いしてくれながらというのは、佐藤健さんのね、占いするとちょっとね、コメント欄が結構なんだろう、乱れるというか、たくさんコメントをいただくんでね、うん、まあ、全然それはね、あ、いいんです、皆さん思いがそれぞれ様々なんでね、もうどんどんコメントくださったらいいなと思ってます。では、佐藤健さんと有村架純さんの現状と今後見ていきますね。こういう展開です。はい、佐藤健さんと有村架純さんのタロット現状と今後ね、見ていきますね。私ちょっとね、今日この太陽の逆位置見て思い出したんですよ。以前その佐藤健さんと有村架純さんを見た時に、この2人一回付き合ったことあるんじゃないかって、私そのタロットからね、言ったと思うんですね。それが多分このカードかなと思うんです。これは、まあ、内的な結びつきの崩壊っていうね、そういう意味になるんですよね。だからやっぱりこれがね、過去に出てるってことは、こうお互い助け合いながら現実的に、まあ、恋愛もしていったのかなっていう気はするけども、結果的には別れた関係なのかなって思いますね。そして今このね、正義のカードがあって、未来的に女教皇があるっていうのは、うん、やっぱりこう対等な関係に今はなってる。もちろんね、有村架純さんはとっても素敵な人で、清純な人だと思います。純粋な、だからまあ佐藤健さんからしても理想的な相手かもしれないけれども、恋愛関係になるにはちょっとまだね、今はないかな。まあはっきり言って、まあこれね、プラトニックラブっていうキーワードもあるんですけど、なんかやっぱり一回ね、もうこのカードの展開見るだけですけど、展開からだけですけど、やっぱり過去になんかそういうお付き合いした経験があっての、今プラトニックラブで出てるってことは、もうここに正義のカードが出てることもあってね、対等な関係、お互いがもういいバランスの取れた関係性でいるのかなっていうね、そんな気がしますね。だからあくまでも恋愛関係というよりも、いい友達っていう。だから前ね、前に付き合ったことがあるんじゃないかなって展開した時にね、コメント欄にあったのは、たくさんあったのはね、まあ、俳優さん女優さんってお付き合いしててもこうやってまた共演できたり、番宣で一緒になったりね、
できるんですねみたいなことを書いてたんですけど、いやもうそれはねやっぱり仕事と割り切れると思うし、まあね付き合ってたかどうかっていうそれが事実かどうかも分かりませんけど、まあね、あの大竹しのぶさんとねさんまさんみたいに結婚してて離婚して今またね仲良くいてるっていうね、まあ本当なんかそういう例もあるんで、まあ、それこそユッキーナとフジモンねこの間も見ましたけど、離婚しても同じマンションに住んで子供の送迎するとかね、そういうこと結構ね今もう割り切った感覚の人が多いんじゃないかなっていう気がしますね。だから、まあ、このねあくまでもですよ、タロットの展開を見ると内的な関係の結びつきはもう崩壊してると、だからそれは過去お付き合いしてたのかなって想像をしてしまう、でも今はもう対等な公平な関係性を保ってて、まあ、プラトニックということはいいお友達関係なんじゃないかなっていうのがこの今日のタロットのね展開ですね。まあだから1ヶ月前に占った時と、まああまり変わってないかな、やっぱりビジネスパートナーというかねいい関係なんじゃないかなとは思いますね。まああのいつも言いますけど、これはエンターテインメントとして受け取ってくださいね。本当のことは本人にしか分かりません。でまあ今日ね有村架純さんとの関係見ましたけど、まあ、リクエストいただいた通り吉岡里帆さんとまた、竹もねの第3弾も続けて配信していきたいと思ってますのでお楽しみに。ということで今日は佐藤健さんと有村架純さんの現状と今後をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、またリクエストもあればお待ちしています。